今回は四分位数、箱ひげ図について一緒に勉強していきましょう。まずは解き方の手順、キーポイントですね。キーポイントその1、四分位数というのがあります。これは何かというと第1四分位、これを9位と言います。で、第2四分位、これは中央値ですね、9位とも言います。どちらでも構いません。で、第3四分位、9位と言います。で、これは何かというと下から4分の1番目と4分の3番目の値です。で、出し方は中央値と同じですね。中央値というのは例題71でありました。で、この四分位についてはこの箱ひげ図の時、この図でもう一度話をします。で、この箱ひげ図ですね、キーポイントの2です。で、これはどのように書くかというと、最小値と91ですね、この第一四分位ですね、それから第2四分位、この中央値ですね、92でも構いません。それから93、最大値をそれぞれ求めて図を書きます。で、この図を箱ひげ図と言います。例えば、皆さんで言うと学校のクラス40人だとしますよね。で、テストの結果があったとします。そしたらここの最大ですね、一番いい点を取った人、一番悪い点を取った人と。で、あと91とか中央値、93がありますけども、40人学級ならばこの最大から93の間はここ10人です。で、この93と中央値、ここも10人です。で、中央値と91、ここも10人です。で、91から最小、ここも10人です。このように分かれますね。40人をきれいに10、10、10、10と分けますよというのがこの91や中央値、92のことですね、や93になりますね。ですから、その分布が分かる図ですね、それをこの箱ひげ図と言います。では最後ですね、キーポイントの3です。このデータの散らばりについてですね。で、この場合、四分位範囲というのがあります。この91から93の範囲ですね。これが大きいと、この箱が長い、この箱ですね。で、箱が長いと散らばりが大きいとも言います。ですから、この図とこの図を比べたら、じゃあどちらの方が散らばりが大きいですかっていうと、箱が下の方が長いですよね。ですから下の方が散らばりが大と言えますね。ではこのキーポイント暗記しましょうか。一時停止ボタンを押して暗記してください。はい、どうぞ。では実際に問題を解いてみましょう。空欄ですね。自分でどれだけ解けるか確認してください。では一時停止ボタンを押して考えましょう。はい、どうぞ。ではいきます。カッコ1ですね。何を問われているかというと、四分位数を出してとありますので、四分位数を求めます。で、そのためにはまずデータ1を小さい順に並べ替えますよね。四分位数というのは求め方が中央値と同じでした。で、中央値の時にもやりましたよね。データを小さい順に並べますと。で、その順番が大切だということを学んでいると思います。で、その四分位数ですね、何を求めたらいいのか、それは91と中央値と93ですね。で、そのためにこのデータを並べ替えます。するとこうなりますね。で、91、92、93があります。で、92というのは中央値ということをやりましたね。で、このデータの数が全部で1、2、3、4、5、6、7、8、9ありますね。では、中央値はすぐ出しやすいですよね。データが9あるので真ん中が中央値です。ですから5番目ですね。1、2、3、4、5、ここです。この30が中央値になります。では、ここで91ですね、どのように求めるかというと、この前の4つの中の中央値のことですね。では、この4つの中の中央値はどこか、ここ真ん中になりますよね。ですから13と17の間になりますね。ですので中央値を求めます。するとこうなりますね。足して2で割りますよということは今までに勉強してきました。で、次ですね、中央値は先ほど数えましたね、ちょうど真ん中5番目の30です。では、最後ですね、93です。ここが真ん中ですので、あと1、2、3、4ありますよね。この4つのうちの真ん中ですので、もちろん
ここになりますね。ですので82と87の間になります。で中央値を求めるとこのようになりますね。では次です。こちらですね、次は何を求められているかというと箱ひげ図ですね。で箱ひげ図を書くのはこの四分位数に加えてさらにまだ条件がいります。何がいるか、それは最大値と最小値ですね。でこの場合ですね、このデータを見て最大値最小値を出しましょうと。じゃあこの91は何か、もちろん最大値、10は何か最小値ですね。これで最大値最小値、91中央値、93が出ました。ですので図を書くとこのようになりますね。最小値が10で、ここが91ですね。でここが92中央値です。でここが93、そして最大値になりますね。では次です。空欄がありますね。自分でどれだけ書けるか確認してください。では一時停止ボタンを押して考えましょう。はい、どうぞ。ではいきます。同様にデータ2についてこの四分位数を出してと言われてますので求めましょう。手順は同じですね。このデータ2を小さい順に並べて3つの値を求めます。ではその3つの値は何か、91と中央値と93ですね。ではデータを並べ替えたのはどうなるか、こうなりますね。では最初ですけども、やはり中央値が求めやすいですね。データの数が12345678910ですので中央値は5番目になります。12345842ですね。まず中央値が確定しました。では前のデータ4つありますよね。ここで91を求めます。じゃあこの真ん中はどこかというとここになりますよね。ですから33と39の間ですので、この中央値を求めるとこのようになります。でこの中央値は何か、先ほど数えましたよね。この42になりますね。では最後93です。今度はデータが1234つありますね。真ん中はここになりますね。ですからこの62と63の中央値で足して2で割り 62.5 になりますね。そしてその次です。何を問われているか、箱ひげ図を書きなさいということを言われているので、この今求めた36、42、62.5 の四分位数に加えてあるものを求めます。それは何か、最大値と最小値ですね。ではこのデータを見て最大値最小値を探します。77は何か、最大値ですね。20は何か、最小値ですね。でこれを使って箱ひげ図を書くとこのようになります。最小値20、ここですね。で91、ここですね、36で92、中央値ですね、42で93、これが 62.5 で最大値が77ですね。では次ですね、空欄があります。自分でどれだけ埋まるか確認してください。では一時停止ボタンを押して確認しましょう。はい、どうぞ。ではいきます。括弧にですね、何を問われているかというとデータの散らばりを問われています。ですのでそれぞれの四分位範囲を出します。四分位範囲というのは91と93の差でしたね。でデータ1を計算するとこのようになりますよと、 69.5 ですね。でデータ2を計算するとこのようになります、 26.5 です。ですからどちらの方が散らばりが大きいかというと、もちろんデータ1ですね。今回はここまでです。ありがとうございました。